例えば自動車業界を分析するのにスーパーカーの専門家になる必要は全くない。同じようにゲーム業界を分析するのに、白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回は東京ゲームショー感想というテーマでやっていきたいと思います。はい、結論は新技術は必ずしもよく売れるを意味しないというのは今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、まずですね、東京ゲームショー2023にですね参加してきましたということで、はい、来場者数はなんとですね24万人以上ということです。はい、1日目2日目はですね、まあ、ゲーム業界関係者ということで、まあ、ビジネスデイですね、まあ、こちらの方が 33,706 人と 36,109 人ということです。はい、で3日目と4日目最終日っていうのは一般公開日ということだったわけですけれども、はい、3日目が 96,033 人で、24日の最終日が 77,390 人ということで、まあ、4日合わせて 243,238 人がですねこの東京ゲームショーというイベントに参加しましたということですね。これはリアルでそれだけですね、まあ、千葉の幕張メッセに参加したということです。はい、で後半2日間に限定するならば、まあ、ディズニー越えということで、例えば東京ディズニーランドプラス東京ディズニーシー2つの施設合わせて延べでですね多い時で8万人なんですよね、まあ、少なければ7万人以下というのが、まあ、東京ディズニーランドプラスディズニーシーの延べ参加者ということになるわけですけど、まあ、今回の東京ゲームショーに関してはですね、このディズニーランドプラスディズニーシー以上に人が集まったということです。はい、やはりですね、まあ、ゲームの集客力っていうのはすごいということが言えると思います。はい、なおですね、まあ、東京ゲームショーはですね、まあ、3つの大きな役割というか、まあ、企画になってるわけですよね。一つはまあゲーム会社が持っている新技術を発表する、まあ、お披露目の場ということです。はい、二つ目は、まあ、それぞれのゲーム会社がですね、まあ、これから出そうとしている新商品をお披露目する場っていうのが、まあ、二つ目の、まあ、目的というか役割ということです。はい、で、最後はですね、まあ、ゲーム業界のファンの人たちと実際ゲームの開発している会社のですね、まあ、交流というか、まあ、感謝祭みたいな、まあ、いわゆるこうイベントお祭りという、まあ、そういう、位置づけ、まあ、目的になっているということです。はい、もともとは東京ゲームショーっていうのはですね、新技術の発表とか新商品の発表といういわゆるこうお披露目会がもともとだったんですけれども、まあ、近年に関してはですね、どっちかって言ったらゲームの開発会社とそしてゲームのファンの人たちが交流する、まあ、感謝祭お祭りという要素の方が、まあ、どちらかといえば傾向としては強くなっているということです。はい、そしてですね、まあ、投資家として、まあ、興味関心があったのは一番ですね、まあ、新技術の発表ということで、まあ、今ゲーム業界で実際どういう技術がですね、まあ、使われている、もしくは研究開発されているというのが知りたいということで参加してきましたということです。はい、で、まあ、ゲーム業界で言うならばですね、まあ、例えば生成系 AI っていうのをゲーム業界はどういうふうにこれから活用していくのかとかですね、もしくはもうブロックチェーンを活用したブロックチェーンゲームの現状であるとか、もしくは3次元の仮想空間メタバースだとかですね、まあ、こういったものっていうのに、まあ、興味関心があって参加したということです。はい、ただまあ結論としてですね、まあ、参加していざまあ振り返りをしている、まあ、この現時点での結論としては、まあ、新技術っていうのは必ずしもこれからよく売れるを意味しないというのを再認識したというのが、まあ、今回の動画の結論です。はい、例えばということで、まず生成系 AI なんですけれども、まあ、ゲーム開発にこれからどんどんですね、生成系 AI っていうのをまあ導入していけばですね、過去に出たゲームに似た作品っていうのを今までよりも少ない経費 でより短い時間で開発するということに、まあ、生成系 AI っていうのは活用できるということですよね。だからまさにそのパソコンとかコンピューターにとってのまあ便利なソフトの一つである、まあ便利なソフトの一つには十分もちろんなり得るということです。はい、しかしですね、まあ、生成系 AI が作ることができる、まあ、例えば文章だとか画像だとか、もしくは動画
動画というのはですね、まあ、どこまで行っても過去の延長なんですよね。なんでかって言ったら生成系 AI が元にしているデータっていうのは過去のデータだからということです、はい、だからですね、まあ、独創的な作品っていうのを生成系 AI 単独で作らせようということはできないということです。まず生成系 AI で、まあ、今までですね出たゲームと全然違う、まあ、独創的な作品っていうのを生成系 AI では作ることはできないということですね、はい。まあ、例えば馬娘とかですね、まあ、こういったのはもう絶対 AI は作れないということですよね、まあ、競馬ゲームっていうのは今までいっぱい出てたわけですよ。もう競馬のゲームなんていうのは過去30年以上で、まあ、いっぱい出てたわけですよね。でその競馬ゲームに似た過去にもうすでに発売されている競馬ゲームに似たゲームを作れるようには AI はなるかもしれないですけど、馬娘みたいなのは作れないということですよね。これも発想が完全にぶっ飛んでいるので、競馬場なのに女の子たちが走るわけですよ。もうわけわかんないですよね。でもこういうゲームっていうのはまさに人間だからこそ作ることができたということです。はい、つまりですね、まあ、コンピューターの強み、まあ、これは AI 人工知能の強みというふうに言ってもいいですけど、一番はやっぱり反復性なんですよね。人間と AI で比べたときに AI の方が圧倒的に優れていることって何ですかって言ったら、それは反復性、継続性です。はい、だから機械的な反復作業っていうのはこれはもう人間は AI には絶対勝てないということですよね。だからコンピューターというのはまず大量の情報を処理することができますと。しかも高速に処理することができます。それを正確に処理することができます。それをずっと繰り返し続けることができるっていう、この反復性っていうのが一番強いんですよね。人間だとですね、やっぱり飽きるんですよ。飽きちゃうんですよね。だから全く同じことをずっと繰り返し繰り返しっていうことは人間はやっぱりできないし、どん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 精度というか集中力というか注意力みたいなのが落ちていってしまうんですけれども、コンピューターはそういう意味では疲れないし飽きないんですよね。だからずっと同じことを繰り返し繰り返しプログラミングに沿ってですね処理し続けるっていうことがもう圧倒的に強いんですよね、人間に比べて。だから反復する、要するに今昨日と同じような作業を今日もさせたい、1年前と同じような作業を今年もさせたい、10年前と同じような作業を今年もさせたい、今後もさせ続けたいというような、そういう反復性という意味ではもう人間がやるよりもコンピューターとか AI がやった方が圧倒的にいいわけですよね。もう本当にコンピューターの方が大量の情報を高速でしかも正確に10年経ってもずっと正確に処理し続けることができるわけです。はい、これがもうコンピューターの圧倒的な強みということですよね。だからもし今まで人間がやってた作業でコンピューター AI が置き換えていく作業があるというのであれば、反復的なものっていうのはやっぱ置き換えていく、置き換えが進んでいく可能性は極めて高いということです。はい、対してですね、やっぱコンピューター AI 人工知能っていうのは独創はしないんですよね。だから過去の延長線上のものは作るわけですけど、過去の延長線上にはない全く別のものっていうのは作るってことはしないわけです。はい、あくまでも人工知能がやってることっていうのは過去のデータに基づいて確率統計的に次に来るデータっていうのが何なのかっていうのを推測するっていうのが一番強いんですよね。だからこの文章の後には次はこの文章が来る可能性が過去の統計上確率統計的に最も可能性が高いっていうのをずっと繰り返し続けるわけです。はい、そういった過去の延長線上のものであれば、人工知能はやれるんですけれども、全然過去の延長線上にないですね、全く新しいものを独創するってことはこれはできないんですよね。だから人工知能と人間の知能というのはこれは根底的に抜本的に全然違うということです。はい、だからですね、ゲーム業界における AI 人工知能っていうのはですね、例えば誤字検出などこういったものに効率化で使われていくというふうに考えられているわけですね。だから例えばある一つのゲームの中にたくさんの文章とかっていうのが出てますと。で、今までだったらそれ人間がですね、結局一つ一つの文章っていうのを確認してですね、いわゆる構成作業ですよね。誤字とか脱字っていうのを見つけて、それをですね、正しい表現とか言葉っていうのに置き換えていく、修正していくっていうのを人間が今までやってたのをもう AI 人工知能で自動化効率化するということですよね。ここの文章っていうのはもう例えば日本語として文法としてこういったものがおかしいというのをバーッと自動的に
的に検出して、それをまあ自動的に修正していくと、まあ、こういう、まあ、今まで人間がやっててすごく時間がかかってたものを AI で効率化してまあ修正していく、まあ、こういったところではどん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 まあこれから使われていくだろうというふうに考えられているということです。はい、次にですね、今度はブロックチェーンなんですけれども、はい、ブロックチェーンはですね、ブロックチェーンゲームっていうのが出てるんですよね。要するにブロックチェーンっていう、まあ、一つの、まあ、基盤プラットフォーム上で、まあ、結局稼働する、まあ、ゲームですよね、まあ、これはブロックチェーンゲームというふうに呼ばれてるわけですけど、まあ、このブロックチェーンゲームって、まあ、どんなイメージなのかっていうことなんですけど、はい、まあ、イメージだけを持つというのであれば、例えばパチンコっていうのはイメージをつかみやすいと思います。はい、まあ、今まで例えば普通にですね、まあ、リアルでパチンコ屋さんとかスロット屋さんとかっていうのがあって、でそのパチンコ屋さんに人が行ってパチンコを打ちますよね。あれがまあ一番ブロックチェーンゲームにまあ近いイメージです。はい、すなわちということで、例えば現金でパチンコ玉を買いますと、一回だから両替みたいな感じで現金とパチンコ玉を交換するわけですよね。現金でパチンコ玉を買いますと、でパチンコ玉でゲームパチンコをするということですよね。でゲームに勝ったらパチンコ玉を増やすことができるわけですよ。でパチンコ玉を景品に交換することができるっていうのがパチンコですよね。だからまあカジノとかっていうのもまあ同じ感覚です。はい、で似たようなイメージで、まあ、ブロックチェーンゲームっていうのはまず現金で暗号資産を買うわけですね。で暗号資産でゲームをするわけです。でゲームに勝ったら暗号資産を増やすことができるわけですよね。でその暗号資産っていうのは暗号資産交換所でまた現金に交換することができる、つまりお金が稼げるということです。はい、要するにですね、遊ぶためにゲーム、まあ、今まで例えばゲームっていうのは家庭用のファミリーコンピューター、ファミコンが出てきてからももう約40年ということになるわけですけど、基本的にはまあゲームっていうのはまあ普通は遊ぶためにやるわけですよね。なんですけど、まあブロックチェーンゲームっていうのはまあ稼ぐためにゲームをするっていう、まあそういう感覚、考え方っていうのが入っているということです。はい、例えばということで、まあコロナ禍でですね、まあ一時まあフィリピンで流行したのがですね、まあアクシーインフィニティというゲームですね。まあこれは本当に一時的にまあ流行したということがありました。はい、ただですね、まあ、ゲームでどれだけ稼げるかということで、まあ、例えばさっきのアクシーインフィニティとかっていうのは、まあ、フィリピンっていう国はまだ経済発展途中なので、発展途上国なので結構多い人口の人たちがですね、まあ、フィリピン国内だけでは稼げないということで他国にですね出稼ぎに行くんですよね。でも出稼ぎに行きたいんだけど、でもコロナっていうことで都市封鎖、ロックダウンが行われた。だから出稼ぎに行きたいんだけど出稼ぎに行けない、で自宅にいるしかない。じゃあどうして生活費を稼ぐかって言った時に、さっきのアクシーインフィニティみたいなブロックチェーンゲームでですね、ゲームをやって稼ぐっていうのが、まあ、一時的に本当に流行ったんですよね。はい、で、まあ、今ははっきり言ってそんなに流行ってないということで、じゃあゲームでどれだけ稼げるのかっていうことなんですけど、それはまあどこまで行ってもゲームにどれだけ大きなお金が投じられてるかっていうことに限るということですよね。まあ、ここそれに尽きるということです。じゃあオンラインカジノとかカジノってどれぐらい稼げるんですかって言ったら、結局カジノとかオンラインカジノにどれだけ全体で大きなお金がかけられているかということですよね。そのかけられたお金の、まあ、例えば 93% から 98% ぐらいっていうのがゲーム参加者に、まあ、結局還元されるということです。まあ、逆に言えば 7% から 2% はですね、まあ、カジノ主催者がですね、主催者っていうことで、まあ、取り分ということになるということですよね。でパチンコだったら、まあ、例えば80から85ということです。だから全体でパチンコ業界にですね、例えば20兆円なら20兆円っていうお金が投じられています。そのうちの 80%、 例えば16兆円とかっていうのはパチンコを打ってる誰かにまあ還元されているということですよね。まあ、残り 20% から 15% ぐらいっていうのはパチンコ業界とかパチンコ会社にまあ結局手数料という形で取られているということです。まあ、競馬だったら70から80ですよね。ボートレース競艇だったら75、競輪75、オートレース70で宝くじは46ということで、まあ、宝くじに関しては例えば100円をまあ宝くじに使ったら46円が期待できるゲームですと、まあ、54円は損をする可能性が高いゲームですというゲームですよね。まあ、だからまあはっきり言ったらほぼ税金ということです。まあ、自分たちで、ね、宝くじ売り場に並んでですね、行列作って税金を払いに行ってるっていうのと同じということですよね。なんでかって言ったら100円勝負したら46円しか期待ができないからということです。はい、なおということで、まあ、念のためなんですけど、じゃあギャンブルと株式投資って何が違うんですかと言った時に、株式投資とギャンブルの区別がつかない方っていう方もいらっしゃるので、まあ、念のため一応触れておきたいと思うんですけど、株式投資っていうのはどんなゲームですかって
言ったらプラスサムまたはマイナスサムゲームなんですよね。だから全員が得する可能性もあるし、全員が損する可能性もあるゲームなんですよ。それが株式投資なんですね。なんでかっていうと、株式投資で株主が配当を受け取ったって言ったら、その配当の原資っていうのが企業の純利益だからですね。だから企業が、まあどこでもいいんですけど、トヨタなり、ソニーなり、三菱 UFJ なり、NTT なりが1年間で稼ぐ金額があるわけですよ。その純利益ですよね。法人税まで支払った最終的な利益、純利益っていうのがあるわけですよ。その純利益が結局分配原資なんですね。だから結局純利益が成長した。つまり純利益の金額が増えてますということであれば、例えばじゃあ純利益の 30% 配当っていうんだったら、分配原資である純利益が増えてるんで、その純利益の 30% の配当も増える方が当たり前なわけですよ。だからまあどの企業でもいいんですけど、トヨタならトヨタが、例えばトヨタに投資をしてましたと、そしたらトヨタの純利益が昨年より今年は増えました。だったら純利益が増えてるんで、だったら株主にとっての分配原資が増えてるから、当然その 30% なら 30% の配当金も増える方が当たり前なんですよね。ってなったら、トヨタの純利益が増えたら、トヨタに投資していた株主全員が得できるわけですよ。プラスになるわけですよね。これがプラスサムということです。でも株式投資は逆回りを得るわけですよね。マイナスサムっていうのもあるわけです。それなんでですか？簡単ですよね。企業の純利益が減った場合ということです。はい。例えばトヨタならトヨタの純利益が昨年より減りました。であれば株主に分配する分配原資が昨年より減ってるわけですから。だから株主が受け取る配当金っていうのは基本的には減っても仕方がないんですよね。なんでかって言ったら分配原資が減ってるからです。そうするとトヨタに投資していたトヨタの株主は全員が損する可能性があるわけですよ。それがマイナス3ということですよね。だから投機、ギャンブルじゃないわけです。あくまでも投資なんですよね。その企業の成長性、利益の成長性に株主の今後はかかってるわけですよ。だから企業がもし理論上ですよ、あくまでも理論上ずっと純利益を成長させ続けるならば、その企業に投じている株主は全員がずっとお金を増やし続けることができるということですよね。そういうプラスサムゲームにもなり得れば、逆にマイナスサムゲームにもなり得るということです。だからどこまでいっても株式投資っていうのは企業の所有権を購入しているのであり、その株主が長期的に10年20年30年長期的にどれだけ利益を上げられるかっていうのは、結局企業がどれだけ利益を上げられるかに尽きるということです。これが投機、ギャンブルじゃない投資っていうことですね。で、あくまでも企業の資本金にお金を出しているということです。はい。対して、まあ、今回やってる、まあ、例えばブロックチェーンゲームというのはですね、これはもうパチンコとかカジノと基本的には考え方は一緒です。はい。これはギャンブルということですね。で、ギャンブルで稼げるお金っていうのはこれゼロサムです。はい。だから誰かがたくさん稼いだっていうんだったら誰かが損してるということです。必ずですね。はい。だから誰かみんなでお金を出し合いましたと。だから全員で、まあ、例えば100円なら100円、1000円なら1000円、1万円なら1万円ずつ出し合いましたと。で、全体で、まあ、例えば何百億とか何千億というお金になりましたと。で、それをゲームに勝った人が多く取って、ゲームに負けた人は、まあ、はっきり言って取れないから損するということで、まあ、結局損得ゲームということになるわけですよね。はい。だから、まあ、ゲーム全体にどれだけのお金が投じられてますかと言った時に、ゲームに勝った人が全体から多く獲得できる。だからみんなでまずお金を出し合ってるわけですよ。みんなでお金を出し合ってて、ゲームに勝った人はそのみんなが出したお金からたくさん受け取ることができるわけです。負けたら受け取ることができないから損するということですよね。だから損得っていうのが発生するわけですよ。はい。それがゼロサムゲームっていうことで、まあ、例えばパチンコとかカジノとか今やってる、まあ、ブロックチェーンゲームっていうのは基本的にはこっちの方ということです。ギャンブルで稼げるお金ゼロサムゲームということですね。はい。だから、まあ、宝くじなりパチンコなりブロックチェーンゲームっていうのは、まあ、ゲームにどれだけのお金が投じられているのかっていうのが、まあ、その人がブロックチェーンゲームをやってどれだけ稼げるのかっていうのにかかっているということです。はい。すなわちということで、まあ、ゲームそのものがどれだけ面白いかにかかっているということですよね。はい。なぜかっていうと、まあ、ゲームそのものがもしつまんないということであれば、たとえ稼げたとしても単なる区域的な作業
に過ぎないわけですよ。ゲームはめちゃくちゃ面白くない、つまんないと、ね、だけどこのゲームやれば稼げますと、言った時に、つまんないゲームなんだけど稼げるからやってるっていうんだったら、これ単なる区域ですよね。だからまあ続かないわけですよ。人間は感情の生き物なので、面白くないこととかつまんないことっていうのをずっとですね、3日3週間3ヶ月3年って続けていくことはこれできないんですから、はい、だからまあ続かないんで結局衰退していってしまうということです。はい、一方ですね、ゲームそのものがもし面白ければ、ですね、稼げるということでさらに面白いと。まずゲームがね、稼げる稼げないとりあえず置いといて、ゲームそのものが面白いですと。しかも面白いゲームなのに、その面白いゲームやればさらに稼げるというのであれば、まあ、2倍面白いわけですよね。さらに面白いということになるわけです。そうすると、まあ、続くわけですよね。で、まあ、どんどん多くの人がそのゲームを続けていきます。で、新しい新規参加者が増えていくので、まあ、結局その、例えばブロックチェーンゲームならブロックチェーンゲームそのものが成長発展する可能性というのがあるということです。はい、そしてですね、まあ、今回のゲームショーに出展している、まあ、ブロックチェーンゲームとかも含めて、まあ、これまでに出ているブロックチェーンゲームっていうのはゲームそのものがつまんないんですよね。はい、だからまあ普通のですね、はっきり言って別に稼ぐっていうのを目的にしてない普通のゲームに比べて、ブロックチェーンゲームっていうのはゲームそのものが面白くないんですよ。だから流行ってないんですね。だから、まあ、ブロックチェーンゲームの時代っていうのはそもそも来ない可能性さえあるということです。まあ、絶対 100% 来ないっていうふうに断言はできないですけど、まだ今からですね、来る、まあ、見通しっていうのは全く見えないということです。まずそもそもゲームが面白くないんでですね、だから、まあ、ブロックチェーンゲームの時代っていうのは、まあ、来るかどうかさえ分かんないということです。はい、またということで、今度はまあメタバースということですね。新技術3つ目ということで、メタバースということなんですけど、はい、まあ、3つの新技術の中で、まあ、単独で最も大きなブースを出展していたのが、まあ、メタバース関連というふうに認識しています。はい、まあ、メタバース関連のですね、まあ、ブースっていうのは普通のゲームですよね。例えばまあコナミとかですね、カプコンとかスクエアエニックスとかセガとかですね、まあ、バンダイナムコとか、ああいったまあいわゆるゲーム会社、大手のゲーム会社とほぼ同じぐらいの規模でですね、まあ、大きなブースっていうのを出してましたし、実際人も集まってました。だからまあ生成系 AI ブロックチェーンというのとに比べると、まあ、メタバースに対しての期待っていうのはまあ厚いということが言えると思います。はい、特にですね、まあ、クラスターですね、まあ、メタバースの中でもクラスターは非常に大きなブースを出してましたし、実際人も集めてたということです。はい、要するにですね、まあ、遊ぶためにゲームっていう感覚からもうあなたゲーム自分で作りませんかっていう、そういう時代の流れですよね。だからクラスターの場合は、まあ、結局自分でですね、まあ、ワールドと呼ばれているいわゆる世界ですよね、まあ、3次元の仮想空間っていう世界を、まあ、自分で作ると。で自分で作ってクラスター上に、まあ、いわゆるこう公開して、で自分が作ったワールドに他のクラスター参加者の人たちに、まあ、結局仮想の自分アバターで、まあ、結局遊びに来てもらうという、まあ、そういう考え方ですよね。なゲームっていうのは今まではゲーム会社に所属している人たちが、まあ、作るものだったのが、まあ、各一人一人各クリエイターが、まあ、自分でゲームを作る、まあ、そういう時代にまあ変わりつつある、まあ、それがまあ一つのまあメタバースという考え方です。はい、だからですね、まあ、もしかしたらメタバースの時代っていうのはですね、来る可能性もあるということで、まあ、少なくともブロックチェーンゲームよりははるかにメタバースの方がまあ現実可能性は高いということですよね。まあ、今は非常にですね、まあ、マニアックなニッチな世界になってるわけですよ。もう本当に最先端にいる人たちだけがごくごく一部で盛り上がってるだけということで、まあ、一般大衆にはメタバースって全く全然何のまあ関係もないという感じですけど、まあ、これからですね、まあ、もう少しですね、まあ、例えば、全人口の10人に1人とかは何らかこうメタバースを楽しんでるとか遊んでるとか、ですね、まあ、参加してるという可能性は、まあ、ブロックチェーンゲームよりははるかに来る可能性はあるということです。はい、まあ、ただ何十年前後かということですよね。まあ、最近の話では全くないということです。はい、まあ、決して何年後かではないということですね。まあ、直近数年で、まあ、メタバースの時代になるとは到底思えないということです。まあ、来る可能性があるというだけですね。来たとしても何十年後かということです。はい、つまりですね、まあ、メタバースっていうのはですね、まあ、可能性を排除できないというだけであって、まあ、当面投資判断で考慮する必要がないということですよね。だからメタバース関連の企業に何か投資して、でその投資の結果として、まあ、利益を増やしていくとか資産をですね、複利で増やしていくっていう段階ではまだ全然ないということですよね。来るとしたとしてもまだ全然早すぎると
ということです。はい、くしくもですね、今回も含めて、東京ゲームショウにはですね、任天堂が出展してないということが、全てを物語っているということです。はい、というのもですね、世界で最もたくさんのゲームソフトを売ってるのは任天堂なんですよね。はい、そして、任天堂が追求しているのは最先端であるかどうかっていうことではないということですよね。で、任天堂が最高技術でゲームを作ってるかどうかっていうことでもないということですよね。技術の高さっていうことで言えば、ソニーの方が、プレイステーション5の方が高い技術でゲーム機は作ってるわけですよ。で、任天堂は最先端っていうのは追求してないし、最高技術っていうのも追求してないんですよね。任天堂が追求しているのは、あくまでもゲームをしている人たちがどれぐらい楽しいか、そして面白いゲームになっているかっていう楽しさとか面白さっていうのを追求しているということです。はい、例えばですね、自動車業界ということで、ちょっとこのゲーム業界の最先端最高峰を必ずしも追求すればいいっていうわけじゃないっていうののイメージとして、分かりやすさということで、一回こう例え話ということで、ちょっと自動車業界でイメージを持ちたいと思います。はい、で、最先端最高峰の自動車っていうのはどんな自動車ですかって言ったらですね、はい、これはもう F1 で走ってるスーパーカーなんですよね。これが一番自動車としての性能が高いということです。はい、ではですね、スーパーカーっていうのを実際ですね、民間企業、上場企業が売ったとして売れるかっていうことですよね。要するに民間企業、上場企業がスーパーカーの販売で利益成長して時価総額の大きな偉大な企業になっていくかということなんですけど、売れないんですよね。だからスーパーカーではですね、少なくても民間企業として、上場企業として株主の期待に応えた利益成長を続けることはできないということです。はい、で、理由は簡単で、必要とされてないということですよね。スーパーカーって誰が必要としてるんですかということです。はい、というのはですね、例えば普通の人が自動車を買うって言ったら、何用で使うんですかって言ったら、もうほぼほぼ通勤用とか買い物用なんですよね。はい、この通勤用の自動車とか買い物用の自動車とか、稀に家族のですね、例えば旅行用ですよね。何か例えば1週間に1回とか1ヶ月に1回の家族旅行用とか、せいぜいそういう使い方なわけですよ。通勤用、買い物用、もしくは家族旅行用ですよね。はい、これに、例えば時速400キロで1台あたりの価格 1.8 億円のスーパーカーっていうのはいらないということです。買い物に行きます、通勤に行きます、もしかしたら週に1回、月に1回家族旅行用 で使いますと。時速400キロいらないんですよ。だから当然1台価格 1.8 億円出す人もいないということです。はい、だからスーパーカーっていうのは消費者に必要とされてないということです。はい、だからですね、自動車業界を分析するのに投資家がスーパーカーの専門家になる必要っていうのは、これはもう全くないということですよね。スーパーカーっていうのがどういう、例えば素材、例えば炭素繊維を使っていてですね、どういう機械でですね、どうやって時速400キロっていうのを実現しようとしているのか、どうやって安全性を最大化しようとしているのかっていうのに対して詳しくなる必要がないということです。なぜかって言ったら、消費者が必要としてないからっていうことですね。はい、で、同じようにですね、ゲーム業界を分析するのに、例えば生成系 AI とかブロックチェーンとかメタバースの専門家ですよね。要するにどういう原理仕組みで、例えば生成系 AI とかブロックチェーンとかメタバースっていうのは動いているのかという、その技術の専門家になる必要っていうのはないということです。はい、で、任天堂のですね、例えば、ピクミン4っていうのが売れてますということですよね。これは任天堂の経営陣が思ってた以上に売れてるということで、はい、すぐさまですね、任天堂が、ピクミン1プラス2っていうのをですね、今までのダウンロード版だけじゃなくてパッケージ版っていうのを、つい先日ですよね、9月22日金曜日発売しているということです。だから、ピクミン4が売れてます。で、家電量販店でピクミン4のすぐ下の棚にピクミン1プラス2っていうのが並ぶようになってるわけですよね。こういった動きっていうのをちゃんと理解していれば、投資家として十分ゲーム業界は投資判断できるということです。はい、要するにですね、子どもたちが自宅で遊ぶのに最先端最高峰のですね、 VR ゴーグルっていうのはいらないっていうことが分かります。はい、2023年令和5年っていうのはですね、スイッチで十分だということです。もう子どもたちは十分これで満足してるということですよね。で、子どもたち、そしてその子どもの親、家族は全然こう任天堂スイッチピクミン4で楽しんで遊んでるということです。消費者が求めているゲームで楽しい時間を過ごしたいっていうのに、任天堂は明らかに要求に応えられているということです。はい、つまりですね、
投資家は技術者と一緒にダーウィンの海に沈まないように注意ということです。はい、結局ですね、開発者と実際消費者っていうのはだいぶ距離があるんですよね。もうかなり距離があるということです。開発者っていうのは研究開発大好きなんですよ。だから研究っていうのは座学ですよね。いわゆるこう頭の理論上とか数字上の、まあ、学問として勉強するっていうのが研究ですよね。だから まさに、まあ、例えば大学とかっていう研究機関っていうのは研究大好きなわけですよ。で研究ばっかりやってるわけですよね。で研究ばっかりやってるんだけど実際開発まで行きませんでした。つまり実際に具体的な試作品製品が作るというところまで行かなかったということであれば、まあ、結局大学の研究室での座学に終わったということになるので魔の川に沈んだということになるわけですよね、はい、で今度は開発は行きましたと。要するに試作品は作りましたと。実際手に触ることができるようなですね、まあ、目で見て確認することができるような試作品を作ることができましたと。だけど事業化まで行きませんでしたと。例えば売上1000円とか売上1万円とか、売上10万円みたいな実際に売れるというところまで行かなかった。事業にはなんなかったと。試作品作れたんだけど事業にはならなかったっていうのは死の谷に落ちたっていう言い方をするわけですよね。だからまあ結局技術者とかがこれはすごいものが作ることができたということで、もう開発が終わってもう本当にですね、まあ、すごい盛り上がってワクワクしてるわけですよね、まあ、だから技術者とかっていうのは開発とかっていうのは大好きなわけですよ。今まで どの会社どの企業も作ることができなかったすごい革新的な製品っていうのを試作品っていう形で開発することができた。ここが企業の技術者としては最もテンションが上がって最も盛り上がってるところですよね。なんだけど誰もそれを買ってくれなかったということで、まあ、結局売上1000円1万円10万円っていうのが上がらなかったということであれば事業になんなかったということなので死の谷に落ちたという言い方をするわけですね。で、まあ、今回の東京ゲームショウに出品されているものっていうのは事業になってるわけですよ。だから売上は何らか上がっているものが多いんですね。たとえ少額とはいえ、たとえ赤字だったとしても。だけど、一応こう、消費者に何らか受け入れられて、まあ、何らか売上っていうのは上がってますと。だけど、あまりにも専門家とか、あまりにもオタクの人たちしか、まあ、結局使ってなくて、いわゆる一般の大衆の人たちに全然広がってないということになれば、これは事業にはなったかもしれないけど、産業には育たなかったということになるので、そうなると、まあ、ダーウィンの海に沈んだということになるわけですよね。要するに本当に一部の技術に詳しい、専門家とか技術者とかオタクの人たちだけに受けて、結局一般の大衆消費者には全く広がらなかったということになると、まあ、はっきり言って売上上がったんだけど経費の方が莫大にかかったんで赤字のまんま結局撤退ということになるわけですよね。でそれはダーウィンの海に沈んだということです。で今回の東京ゲームショウに関して言うと事業化してるんだけど産業にはなっってないものが新技術とか新製品という形で発表されてるっていう感じなんですよね。ってなった時にやっぱりこういろんな新技術っていうのがまあ出てきているわけですけど、でもだからといってそれがよく売れるかどうかっていうのは別ですということです。今現時点で現在進行形で日本で一番よく売れてるのは VR ゴーグルじゃなくて任天堂スイッチのピクミン4なわけですよ、はい、だから最先端のものでもなければ最高技術のものでもないんですよね。でも実際買った子供たちは楽しんで喜んで遊んでるわけですよ。で親も家族も満足してるわけですよね。それが事業と産業の大きな違いということで、まあ、東京ゲームショウっていうのはどっちかって言ったら技術の専門家とかもしくはすごい大ファンとかコアなファンとかオタクの人たちが集まってるわけですけど、あそこに集まってる新技術だからといって今後すごくいい投資対象になるかどうかっていうのは全く話は別ということです。それ本当によく売れるかどうかっていうのは別の視点でもう一回考え直す必要があるということです、はい、以上、まあ、東京ゲームショウをまとめていくとですね、はい、まあ、4日間で24万人以上が集まりましたということで、まあ、ゲームのファンが集まるお祭りということで言えばこれはもう大成功ということですよね。もう後半2日間に関してはディズニーランド、ディズニーシーよりも人がたくさん参加しましたということです、はい、で新技術、新製品の発表の場としてはお祭りとしては大成功してるんですね。だからゲーム開発会社と、実際ファンの人たちが盛り上がるという祭りとしては大成功してます、はい、で新技術、新製品の発表の場っていうことで言うならば新技術は必ずしも今後の商業的な成功を意味しないということを、まあ、改めて再認識したというのは今回の率直な感想ということです。はい、ということで今回は東京ゲームショウ感想ということでやってきたんですけれども、結論は新技術は必ずしもよく売れるを意味しないと
ということです。だから投資を判断するときはですね、必ずしも技術とよく売れるかどうかっていうのは別で切り分けて判断し直す必要があるというのが今回の動画になります。はい、そしてですね、最後に大事なお知らせを3点させてください。1点目ですけれども、白坂のメルマガ登録特典ということで、はい、株式投資で資産を10倍にする方法など特典動画を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、2点目です。はい、EV 戦争の覇者という動画ですね。はい、こちらの方は今来ている大波 EV 電気自動車に関連して EV 戦争の覇者動画版という価値の高い動画講義を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、そして3点目ですね、安全性を高める6つの投資先ということで、はい、資産の安全性を高める投資の思考法として6つの投資先という価値の高い動画講義を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。こう